制服よし、髪型よし、はい、髪型よ、はい、はい、バン高田、高田なんですか。おお、お前、軽装手で毛を染めて、これ軽装手いいのか、これちょっとだけじゃないですか。お前ら、化粧手で化粧、あ、勉強に化粧は必要か、つったおい。ちょっとリップつけるだけじゃね。リップじゃない、バカだお前。あっ、あお前ら、スカート短すぎる、お前。いいじゃん、だってダサいんだもん。後ろ後足は膝下10センチやだよ、そんなの。ビットライン、お前ら、高野、高野、後で紹介してこい、こいつに。だったら、あの子はどうなんのよ。え、先生、おはようございます。先生、また何したの。見えすぎ、見えすぎ。何したの。汚い汚いお前は。こらお前ら、直だ直、何とこってんだ、足りてるぞお前ら。第一、そのチャレンジャレン、そんな格好で勉強できんのかお前ら。だけど先生。なんだ、よく来たぞ。今日は日曜日ですよ。どうもすいませんでした。よかったな。次なんだっけ。次数学だよ。うわ、最悪最悪だよ。滑っちゃうかな。あ、ゲーセン行こうか。行こうか。あ、なん、うん、なんで。いや、行こうぜゲーセン、みんなでよ。お前大変してるか。大変なんだ。なんで俺が大変するんだよ。ずれっと来るよ俺もよ。あ、お前頭変だもんそれ。頭変だ。今早くてよ。ロンゲだよバカ野郎よ。かっこいい。おばさんじゃねえのお前それ。おばさんじゃねえよ。連れてってくれよ。あれなお前。シグレよ、連れてってくれ。お前大変しとけよバカ野郎。だから連れてってくれって。お前だったら行かねえよな。いや、ちょっと待ってくれよ。かっこ悪いよお前。かっこ悪くねえじゃん。変だもん。極戦、極戦。バカみてえだもん。今おめえがお前流行ってないだけだよ。なんだお前。志村やめとけやめとけやめとけ。やんのかよ。この格好流行ってるよ。連れてってくれよ。なあ、なあ、ん、なあ、なん、なんだよ。これよ、うん、前から気になったけど、この箱何よこれ。あ、これなんだろう。お前知ってる。いや、俺わかんない。これがあったこと自体もわかんない。今気づいてる。なんだろう、これ。知らねえな、こんなの。なあ、なあ、気になってしょうねえんだよな、これな。あ、昔からあったような気がするんだよな。あ、何。え、呼んだ。呼んでないよ、呼んでないよ。あ、おかげ。呼んでほしいのかよ。うん、どうしたの。あの、うん、お前、これ知ってる。なんだか。あ、これね、百葉箱って言うんだよ。百葉箱。うん、どういう字書くの。ほんとね、百に葉っぱの葉に箱。ああ、確か百葉箱。なに、なにこれ、なに。これね、あのね、湿度の温度測ったりとか。湿度の温度。湿度計とか温度計のこのデータをね、取ったりするの。へ、はあ、これ、うん、本当。マジっすか。そうそう、湿度と温度。知らないの。知らない、温度わかんの、これで。温度わかるんだよ。へ、あ、温度と湿度だ。あのね、温度はね、16度かね、15、6度で、湿度はね、これ、うん、ちょっとしっとりしてる。しっとりしてるよ。うん、はい。人住んでんだよ、人。え、これ。何やってんだ、こんなとこで。え、このね、公園はね、こう、痴漢が多いんだよ。もう早く家帰りなさい。はい。いや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 、待った待った待った。ごめんな、忘れてて。もういいよ。いやいや、ちょっと上司に誘われて断ったんだったね。ごめんごめんごめん。どうなったんだよ。じゃあ、行くか行くか行くか。でも、じゃあ、そのお詫びとして、うん、ゆうかね、うん、お洋服欲しいの。洋服？うん、マルキューでね、とっても可愛いワンピース見つけたんだ。もうそのいくらするんで。12,000円。ね、買って買って、パパお願い。あ、分かった、買ってやる買ってやる。本当に嬉しい。じゃあ行こう行こう。ねえねえねえ、まだね、お願いもあるの。なんだなんだ。あのね、ゆうかの携帯古いのね、うん、今ね、みんなカメラ付き持ってるの。知ってる、カメラ付き。知ってる知ってる。あれ持っててね、ゆうかも欲しいの。あれ欲しいの、パパお願い。買って。カメラ付きの、カメラ付きの携帯か。うん、あ、そうか。だって。じゃあ、だぞ、その代わり、あれ、一緒に今日、お風呂入ってくれるか。お風呂。
一緒に一緒に、頼むよ、じゃあいいよ、お風呂入ってあげる。よし、決まった。買ってくれる？買ってあげる。あ、やった。待って、待って、もう一個お願いがあるの。なんだよ、なんだよ、なんだよ。あのね、最近ね、お金がなくなっちゃってさ、お小遣い欲しいんだ。俺、車あげたろ。3万円欲しいの、もう使い取ったの。前もだよ。ああ、だったらいいよ。いうか、彼氏いっぱい作ってその人に貢がしちゃう。それはダメだよ、それはダメだよ。だからお願いパパ。じゃあその代わりに今夜一緒にお布団の中で寝ていいかな。女子高生とね、援助交際、これはね、ダメなんだよ、あんた。いや、じゃないんだよ、あんたね、あのね、未成年とのこれ、淫行っていうのは、これ、犯罪ですよ。はい、あんた、逮捕でね、逮捕しましょう。あんたもね、親御さんが見たら泣くぞ。はい、こっち来なさい、二人ともこっち来なさい。なんでよ、やっぱりここにいた。ママ。母さん、なんか誤解してんだよ。何が？うちの主人と娘が何かしました？主人？はい、主人です。私夫婦で孤独だ。うん、パパ。パパ。あ、親子。そうだよ。親子だよ、これ。何やっても結構でございますよ。みんな一緒に振られても構わねえよな。全然。一緒に寝ても構わねえよな。全然もう、無罪。なんか勘違いしたらいいんだ。え、私ですか。いや。ほら、チンチン立っちゃった。ほら。いい加減にしろ。ザッザッ。自分つくれてる。ちずる。どうしたの？練習始まるよ。ごめん。ちょっと待ってよ、どうして帰んの？私、バレー部辞めることにしたんだ。何それ？どういうこと？もうすぐ全国大会なんだよ。そんなのに勝手に辞めるっておかしくない？待ちなさい。また、なんかわけあるんだろう。話してくれ。お前の悩みは先生の悩み、そしてみんなバレー部の悩みなんだ。喋ってみろ。実は、うちのお父さんが病気で入院しちゃったんです。お母さんはパートや看病で忙しいし、だから私せめて自分の学費は自分で払わなきゃって思って働くことにしたんです。だからこれ以上バレー続けられないんです。だってねえ、私たちバイトしようよ。バイトして千鶴の学費稼ごう。それいい。でも悪いよ千鶴。お前、お父さんが病気なんだぞ。何笑ってんだ。ゆうか、千鶴、私たち友達じゃないんだよ。友達の好意受け取るんだぞ。バイトか。ガチにならなんだ。友情か、怪しいな。おそれじゃ先生、バイト行ってくからよ。バイトってこれくらい。大時間で学校にはこれっきゃないからな。行くぜ。頑張れよ。だって。ちーくん。おお、どうしたよ。今日ね、お弁当作ってきたの。マジで？一緒に食べよ。わ、いいの？ちょっと、見せて見せて。初めて作ったからね、ちょっと自信ないんだけど。どうだろうな。食べてみて。お、どうなの？どうなの？どうなの？ぶっちゃけ。どう？お、美味しそうじゃん。すげえ。いただきまーす。美味しい？うまい。すげえうまい。ありがとう。超嬉しいんですけど、これ。うまい、うまいよ。よかった、頑張ったかいあった。おいしい、おいしい。どう、おいしい？最高だよ、これは。よかった。できれば、あとあの酒欲しいな、酒が。あるよ、持ってきた。ほんとかよ。はい。たまんねえな、おい。お前ら、いい加減に。先生もどうですか？よろしいですか。志村、ままならんな。でね、もう今のこのマンションに引っ越してきたから毎晩よ。
いたずら電話もさ、毎晩だったらかなり悪質だよね。本当だよ。もう最初はね、無言電話だったのに、最近はね、変な声が聞こえんの。何変な声って。なんかぬわーって言うの。何ぬわーって。知らないよ。もうそうやって言ってきても気持ち悪いんだもん。いやだ、気持ち悪いね。そんなのさ、すぐ切っちゃえばいいんじゃないの。そうなんだけどさ、もうこうやってもう5回も6回も1日にかかってくんの。ノイローゼになりそうでね。さあさあ、もう早く電話番号変えた方がいいんじゃない。そう思ってるんだけど、やっぱそうだよね。あとさ、ほら、警察にもさ、相談した方がいいんじゃないの。そうだよね。あ、彼氏来ちゃった。ごめん、切るね。ちょっとごめんね、気をつけてね。ごめんね、バイバイ。すごく可愛くて似合ってるよ。もうお風呂入ったの？38歳、ナイフのような鋭利な刃物で全身を20箇所滅多突き、出血多量による死亡です。家族は今ちょうど里帰りをしてました。本庁から連絡を取ってます。こらひでえな。紛らわしいんだよ、おめえは。この野郎、この野郎、この野郎。